1番ホール437、若干右ドッグかな、ピンまでは見えない感じかな。そうだね、旗は見えないね。ここら辺かな、この奥ら辺、うん、木の右の木の向こう。めっちゃいいね、打ち込んでるね。胸上げて、OK、うん、ナイショー、いいね、自分のなんかボールが分かってきてすげー左向いてたけどちょうどよかったね。いい感じでしたね、今ね。いい感じでした、思った。風っぴきホワイトとヘナチョコグリーンが距離一緒。距離が一緒です。困ったちゃんですね、まったく。で、グリーンは3ホールに、あ、3ホール区切りってさ、あのさっき話したと思うんですけど、はい、3ホールで1オーバーを目指します。オーバー、もう1オーバーですね。そうだよ、だからあとパーパー、パーパーで上がらないとダメってこと。 OK です、分かった。はい、はい、これなんだ、つま先、あ、つま先下がり、言っちゃったじゃん、はい、そうです、答え出してたじゃん。そうです、なんか今日先生多分寝起きで頭が回ってないみたいです。ちょっと腰落とす、はい、そうです、素晴らしい、上げたら落とすよ、そうだ、 OK、 いいよいいよ、転がるから、うん、当たれば転がるから大丈夫、よかったよかった。ここインテンショナルスライスをかけやすいところなんですね。なんでかっていうと、つま先下がり、左足下がりで、つま先上がりの時っていうのはほぼかけづらいんで、スライスはね、曲げられないから、なんで、ここはちょっとスライスをかけに行きたいと思います。で、どうするかというと、まず右の木が邪魔なので、なんでスライスをかけたいかっていうと、わかる、これ、そう、右のすぐ前の木が邪魔なの、はい、だからまっすぐそのグリーンとグリーンの間の方を打ちたいなって思ったとしても、上の木が邪魔だから無理なの。なんでその目の前の木の左を向きます、まず、はい、そうです。で、そしたらそのまま打っちゃうと左そのまま抜けていっちゃうから、フェース面を若干開きます。開くっていうのはピンの方向に向かって開きます。だからピンの方向に向けるってこと。握り直した、OK。でちなみにボール真ん中置いてください。はい。動いてない動いてない動いてない。動いてない。OK、大丈夫。もうちょっと開いてフェース。OK。わお。ね。行っちゃった。あー！超通った。うん、やばい、大丈夫、止まる、止まる、止まった、 OK。 まっすぐ飛んじゃった原因としては、多分彼フェース開いてって言った時に多分握り直してないんだよ、対してで、そのフェース開いてって言った時にちゃんとグリップを握り直さないと、ああやってまっすぐ飛んじゃったりとか、まあ結局インパクトの時に戻ってきちゃうのね。ちなみにエピックってちょっとなんだろう、シャフトが動くみたいじゃん。なんでああいうクラブって捕まりやすいから、基本的には結構握り直さないと難しいよね、捕まっちゃうよね。え？あれはわからない。ちょっと遠いかなって感じ、ちょっと遠い、うん、隣のホール、はいはい、頑張って入って、はい、走る走る走る、ハーフスイングで打とう、はい、ハーフスイングで打つ利点としては、木がね目の前にあるんで、低く出したい時にハーフスイングを打つといいです。もうちょっとまっすぐ上げて、そう、 OK、 そう、そういうこと、そうだ、 OK、はい、もう帰り、意外と飛ばなかった。まあまあいいや、しょうがない、そう、 OK、 ナイス、離れちゃダメだからね、絶対に。どう飛すの、ここです、マジやってみそう。それしか無理ですよね、右出してもバンカーだし、まあそうね、あーいいじゃん、ナイス。それか、なんか9番とかで、あ、ピッチングとかで上
狙っていくっていうのもありかな。なるほど。ピンまで70ヤードぐらいでラフ。ピッチングで、うん、ハーフショットです。お、いいですね。いきます。はい。ハーフ？どこが？どこがハーフ？いやいや、普通に6割ぐらい振ってましたよ。めっちゃ気持ちよさそうでしたね、今ね。当たりは良かったです、ね、あ、いいじゃん。乗る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 。あー、ギリギリ、惜しい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 。はい。おお。止まれ。あ、意外と転がるね。そう、意外と転がるのよ。うん、そう、遅くないからね。タッチを合わせる感じで。はい。ちょっと短いね。はい、これあれですね。逆目ですね。坂目？逆目？ね、ここから基本的に河川敷ってね、川に向かって目があるのよ。へえ。川の方とか、山だったら山の方に向かって目があるみたいな感じだから今結構食われた感じしましたね。食われた感じした。うん、ザザザザザって。まあそうね。だから基本的にあの大きく見る、あの大きくフックラインとか大きくスライスラインするところっていう出だしのパットっていうのは基本的に上りとか平らなところが多いから、しっかりそっちに出してってあげないと。下っていかないの、そっから。なるほど。足らなくなるってことですね、ショート。そうそうそう、ショートするってこと。確かに。おお、曲がらない。え、曲がんないでしょ。曲がらない、意外と。あ、なんか難しそう。こっちにそ う, そう、ね、右に。でもさ、さっきさ、あんま曲がんなかったじゃん、グリーンの見て。だからそんなに曲がんないってこと。おお、ちょっと強かったんだね。うん、強かった強かった。ショット目でいきました。はい、そのまま行きましょう。はい、入れてー。ナイス。はい、いいよ。おお、ナイス。 Here we go。 303ヤード、パフォーで、ホワイトの場合は6だで上がります。6だ、ホワイト6だね。はい、オッケー、ナイスショー。はい、3番ユーティ。はい、残り200。フリークじゃないんだ。多分突き抜けちゃうんですよね。そうだね。オッケー、大丈夫。右。まあまあまあ、悪くない。左より全然マシ。オッケー、震えちゃった。はい、走る。そうだ。オッケー、今のいい。本当に出したね。うん、チョロより飛ぶよ。まあ朝一っていうのもあるけど、なんでしょうね、ひどいね、やばいね、なんだろうな、不安しかないでね、2人ともね、まあ2人ともかは分かんないけど、とりあえずグリーンはね、ちょっと焦りすぎなんだよね。もうちょっと心に余裕を持ってほしいんだけど、それをカバーするのは私の仕事なのかなとは思いますね。まあつってもね、焦るなとは言えないからね。焦ろ。オッケー、頑張れ頑張れ。お、惜しいね。浮いたね。でもね、超いいよ。惜しい。浮いたね。ラフって浮きやすいのよ。
確かに。だから結構ね強めに行かないと。低めに打ち込む感じですね。そうそうそう。え、打ち込んでないでしょ今。打ち込んでないです。ね。はい。うん。先行っちゃうか、やっちゃう。いいよ。うん。おお。おお、ナイス。ヘイ。なんか難しい。難しいでしょう。なんで？いつもと違う。いつもと違うね。しっかり真ん中に当てよう。オッケー、ナイスイン。ナイスイン。ちょっと手前、もうちょっと手前が良かったけど、まあ OK でしょう。うん、はい。悪くないんじゃない？悪くない。はい。はい。ちょっとあんまり曲がらないっていうことが分かったんで、ダビ。もうダメ。ダメ。すごーい。いいね、マレット。ホイトちゃんのマレットいいよ。よかった。自分修正かけられてるっていうところがいいね。そのさ、今さっき2ホール回ったじゃん。誰ですか？2ホール回ったじゃん、さっき。それでさ、なんか あんまり曲がんないっていうことが分かったから、はい、あのじゃあまっすぐ見ようっていうふうに言ったじゃん、はい。それすごく偉いと思うよ。本当に。1褒められ。やったね。やっと1。超いいじゃん。最高。ナイス。いいじゃん。ジャッキー。おいー。上達したねー。うまい。